秩父御嶽神社は、埼玉県飯能市坂井市にある神社。2014年現在、飯能市内で唯一神職が常駐する神社である。阿賀野駅には、秩父御嶽神社の最寄り駅であることを示す石柱が立っている。1894年、秩父郡坂、石村義信の百姓、小吉の長男であった、鴨下聖八昭和30年12月8日が、創建した。 聖八は久保新右衛門の井上頼国に支持し、国学を治めた。17歳の時、母が既徳となり、薬、医術も聞かず神を、頼り、御岳教信徒となって修行、そして母の平養を見た。聖八は神徳を深く信じ、福寿山を開き秩父御岳神社を採取した。また聖八は、日露戦争後の1925年、 東合平八郎元水の精神を普及させようと、銅像の建立を発案し、募金を行った。また何度も東合元水の自宅を訪れ銅像、建立の許可を求めたが、東合元水は未だかつてどこにも自身の銅像の、建立を許しておらず、この嘆願に取り合おうとしなかった。そこで正八は、東合元水と信仰のある、陸軍予備役中将、堀内文次郎を通して、 統合玄水を説得。こうして、ついに、東合平八郎玄水の銅像が、完成。1927年4月17日除幕式には、統合玄水をはじめ、堀内中将、加ス義ヨ衆議院議長、海軍大臣代理、小笠原朝政海軍中将が参列した。日中戦争が始まると戦勝を祈願したが、1945年7月新宅により、 時の内閣総理大臣、鈴木勘太郎に憲白書を提示、無条件降伏を勧告した。1955年没。94歳の天智は当時反応史の中では、最高年長者の一、二を争う年だった。没後は、清津ら一世霊人として祀られる。東郷平八郎元水の銅像が建ってからは、秩父御嶽神社の境内は、東郷公園と呼ばれている。 公園内には、東合原水像の他に、野木マレス陸軍大将銅像、日露戦争の遺物、海軍省からの記念品が点在されている。境内のモミジの紅葉も有名。ありがとうございます。